黒目でかくない？普通に今思ったけど、うん、こんばんは、サミゾジロウさん、ラブテープありがとうございます。やばい、明日はマッチで早起きなんです。え、明日さ、どうしよう、いつショールームをしようかという感じなんですが、ちょっとわかんないな。ワンチャンなんか5時ぐらいからするかもしれない。ちょっとあの後で予定確認しますけど、はい、かもしれないので、よろしくお願いします。あ、やばい、今日大変だった。今日はね、明日はエイトの日だよ、みんな。エイトの日。まあ、空き時間にっていうのもありますからね。ちょっと検討してみようかなっていう感じです。緑茶を飲んだらカフェイン取っちゃうのは知ってるけど、生茶飲んじゃう。ワンピースの映画を見に行ってきました。人生で数回しかない、感動で泣いたことないのに泣いちゃったね。泣くって言うよね。カメコのみんなに託してます。だってチケット外れたもんね。そうだよね、配信とかあればさ、また違うのにっては思いますけどね。お疲れ様です。どうも。本当に疲れた。本日は、明日はエイトの日ということで、皆さんね、やばい、マジでどうしよう、かゆい。落ち着いてこう。そうだね、落ち着いてこうよ。今日99人の壁見たよ。ありがとう。今日というか昨日というか、はい。幻、間違いない。本当にね、頑張ります。ありがとう。写真をね、たくさん、動画とか写真とかたくさん撮るので、お楽しみに。動画というか YouTube は分かんないけど、普通に TikTok とか普通に動画とかにまとめてアップしたいなとか思ってるので、なんかできれば嬉しいです。生茶、耳にあげたいけどね、まだ許可取ってないんだよね。線香花火ありがとう。線香花火やりたい。生茶。靴下、明日の靴下は明日の配信の時間を少し早くしてください。
と言いましてもね、私も今さっきね終わって、今さっき帰宅したんですよ。だからこの時間しかできなくて、だからできるなんか時間が合う時間にぜひ来ていただければ嬉しいなと思います。えっガチでかゆい。微糖のコーヒーが去る事情で数本ありまする。私もさっくり、私も3時もゲットしちゃった。てか普通にあの微糖が美味しくて、買うついでならもういいやと思って。買い捨てされたって思うでしょ。私さ普通に大ごけしてさ超膝怪我してんだけどさ、実はそう、それで一旦応急処置で、あれなんかねテープを入れようというか、普通に怪我の時にねやるやつのテープを貼ってたらめっちゃかぶれてめっちゃ痒くて、だからもう触らないようにしてる、気を紛らわして。でももうね治ってる、もう治ってきてるよ。テーピング、そうテーピングのなんかちょっと粘着質が高いやつを急遽使わなきゃいけなくてピッて貼ったんですけど、マジそれが本当に痒くて。I'm from Indonesia, thank you, ありがとう。 I'm from Japan. From Japan.六本木アイドルフェスは忘れてます全然ポーズは。だから普通に普通の感じで撮ってます。そう、so, You know Jacket for it? Yes 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 Yes明日これになんか入れていこうかな、かわいいのでこれに入れていこう。サンリオ尽くしでいこうかな、かわいいねこれ。コインとお札何枚か、お金とかコインケースにしても可愛いと。だって入れるものないし。はい、明日はエイトの日です。本当に実感がないすぎてどうしようって感じ。明日暑い。33、4度とかじゃなかったっけな、私がこの前見たやつだと。明日はもう鬼早起きです、だからこんなに眠そうなんだ。いっぱいレッスンはねそうしました。今日は鬼早起きですね。はい、声枯れてる、もしかして今日さエアコンつけて寝たからかな。朝からって言ってんだけど、ちょっと乾燥がえぐくて、やっぱそう外だとさ逆に湿気てるから、うわ湿気てるじゃない、うわ湿ってるってなるけど、やっぱり冷房のあるとこに来るとさ超乾燥してるよね、唇とかもパリパリなんだが。で、こ
これにいっちゃう。美容液。寝れる？わかんないな。寝れるかな。マジで普通に寝れるかなって感じ。昨日私ちょっと寝るのがすっごく遅かったんですよね。割と全然寝れなくて。そう。なんならさ、うわ、ね、すごい寝ちゃったわ。寝ちゃったわじゃない。あ、寝れないわと思って朝まで割と起きてて、でお昼ぐらいまでしっかり寝たから6時間7時間ぐらい寝たかな。だからね、すっごいどうしましょうって感じですけど。昼ね、なんかそうですね、午前中はちょっとゆっくりしてました。できた少し。寝る時クーラーつけてる。え、つけてるじゃないと寝れないんだよね私。マジで現代人に染まってるよね。そう、本当に消して寝たいし、窓を開けてとか扇風機だけでって過ごせるならそれでいいんだけど、本当に私体温っていうかその熱がを放出するのが多分苦手なんですよ。だから熱が溜まりやすくて、そうだから、あ、もうなんか夏はすごい熱気がこう溜まるし、冬は寒気が冷たいのが体に溜まっちゃうんですよ。そうだからもうこのね、クーラー様に頼りつつ生きていかないと無理です。汗かきにくい。え、かきにくかったんだけどさ、最近さ急にめっちゃ汗かくようになった。汗かくというか、なんか汗が垂れることがなかったんですよ、まず人生において。そう、部活とかしてても全然汗垂れたりするタイプじゃなかったんだけど、めっちゃね、普通に外歩いててなんか汗がすごいツーってきて、え、待って暑すぎんってなった、マジで。え、待って、私ちょっとさ水分だから取るようにしてる最近は。今何時、皆さん59分になった瞬間に言って教えてください。あの姉さんかわいい、違う、花束ありがとうございます。今年やばいよね。今年さ暑いというかさ、湿気プラス暑いからもうすっぱらしいよね。あ、そのせいなのかな。今年さ異常に暑いなって思って。大丈夫そう、マジで。お姉さんレインボースターサイレントディームスハートありがとうございます。昼夜は逆転してない、大丈夫。湿気と暑さで倒れそうになった。本当に気をつけてね、みんなお気をつけください。でもね、なんかこの服に染みたりとかはしないから、多分汗をかかない方なんだと思うけど、多分今年が異常なんだと思う普通に。だからみんなちょっと余裕ぶっこかないで余裕ぶっこかないで、ちゃんとね、水分補給とかしてくださいね。いい匂い。これ癖なんだよね。匂いフェチだからすっごい嗅いじゃう。そう、エンターテインメントホールも暑い。わかんない。でもピューロランド様だからさいいんじゃない。
クーラー設備は。今日は何の香り？今日はなちょっとウッド系。いい匂いだよ。やっぱ温暖化集合しないといけないよね、一旦この夏は。さすがにね、匂うのもいけそう。匂うのもいけそうだということ。で、私匂いが強い感じの、ちょっとなんかさ、ヒップホップみたいなイメージだよ。超ヒップホップみたいな感じの、なんかパンチが効いてる香りはちょっと苦手かな。うん、うわ香水ってなっちゃうような感じ。つけすぎかな、やっぱり。天下一のキャパってどれくらい？え、知らん知らん。臭いとか、いや、そっちはマジで無理。もういい香りフェチ、普通にいい香りフェチ、いい香りフェチです。サイレントディームーンさん、ハートありがとうございます。目鼻血がはっきりしてて自分の顔で本当にありがとうございます。嬉しい、イエー、 Thank you。 こんばんは。明日朝早いんですよ、頑張ってね。早いです、頑張ります。10日当たりました。10日って何？ココナッツとかバニラ系、バニラ系はね、私好きなの。え、なんて言うんだろうね。ココナッツとかバニラ系は普通に、でこれもちょっと甘い香りなんだけど、なんか違うんだよね。なんて言うんだろう、なんかもうザ香水みたいな感じの香り。匂いが強い、やっぱつきすぎな感じはちょっと苦手かもしれない。そういう意味かもしれないね。立春だそうです。え、秋ってこと？日本だと確か味物とスタジアムじゃないかな。59分です、ありがとう。じゃあランキング見ます。13位ひてじろさん、12位しゅんごさん、11位ハマーさん、10位月に。え、15分出た、もしかして。え、15分出てなくない？出た。9位ベルちゃん会長さん、ミスターノア、8位ツーリンナリムさん、7位かぼちゃ先生さん、6位まさとしさん、5位 MT07 さん、4位横吉さん、3位ジョックスノアさん、2位エンチュさん、1位お姉さんでした。出たよ、ほんとよかった。ってことで993人の皆さん、本当にありがとうございました。明日は8の日です、頑張ります。たくさん動画とか写真撮るのでお楽しみに。それではバイバイ、おやすみなさい。